ジャワ島中部地震は2006年5月27日、インドネシア西部時間の午前5時53分58秒に、インドネシアのジャワ島中部で発生した、モーメントマグニチュード6.3の地震。中央右端が、ジャワ島、オーストラリアプレートとユーラシアプレートがぶつかっている。ジャワ島南岸のプレートの沈み込みの様子。この地震を発生させたのは、 現在のところジャワ島中部を南北に走る活断層の活動だと考えられている。ジョグジャカルタ市街地の東側には南北数十キロメートルに連なる活断層がある。この断層の南端で M6.2 の最初の地震が発生し、直後にその北東でも M6.1 の地震が発生し、揺れが連続した。このため、バンドル県など断層北部付近では、 二つの揺れが干渉しあって増幅され、揺れが大きくなり、被害が集中したと見られている。被害を受けた家屋。CNN によると、これまでに約3500人の死亡が確認され、2万人以上が負傷した。負傷者の中には深刻な状態にある者も,もいた。そのうち、バントゥル地区での死者が2091人、負傷者が1892人を数えた。 BBC のニュースレポートは死者の数を3000人以上だと指摘した。ルモンド氏やフランス通信による数もほぼ同様であった。インドネシア社会省の職員によると死者の数は3505人に上っていてそのうち3分の2がバントゥルで生じているとのことであった。震源地から半径 50km 以内には約500万人は住んでいた。古代の仏塔である ボロブドゥール遺跡はほとんど無傷だったが、ヒンドゥー教遺跡のプランバナンジイン軍は被害を受けて一部が損傷した。震源地が島の内陸寄りだったため、いわゆる直下地震となった。日本の震度階級に直すと、震源に近かったジョグジャカルタの南方の集落では、震度5強から6弱であったものとみられる。震源地に近い集落や住宅街では、 レンガを積み上げただけの簡素な家で耐震性が低く漆喰などの基礎補強が弱かったため地震発生と同時に95%以上の家が一瞬にして瓦礫と化したコンクリート製の大型の商業施設でも鉄筋がなかったり不足していたものは倒壊したり壁が崩れたりしたそのため犠牲者のほとんどは建物の倒壊による圧死で いわゆる震災故事も発生している模様。近くにある村ピさんは活動を活発化させ、地震数日前に噴火していたが、この噴火活動とは直接に関係がないと見られている。しかしながら、この地震によって火山活動が活発化しているとの報告がある。インドネシアはいわゆる艦太平洋火山帯に沿って位置しているため、もともと地震や、 火山の噴火が頻発する土地である。ジャワ島の南のインド洋には、南側のオーストラリアプレートと北側のユーラシアプレートがぶつかっており、震源地周辺では数十年に一度マグニチュード6クラスの地震が起きていた。メカニズムとしては、インドオーストラリアプレートがユーラシアプレートに沈み込み、ユーラシアプレートの歪みが解消された時に地震が起きる。 歪みの解消の形としては、スマトラ島沖地震のような巨大なプレート境界型地震を起こすものもあれば、今回の地震のような断層型地震を起こすものもある。さらに、今回の地震は、津波が発生しにくい横ずれ型の断層型地震で、スマトラ島沖地震は、津波が発生しやすい逆断層型のプレート境界型地震だった。 南太平洋地域やインド洋東部地域では2003年以来規模の大きな地震が多発しており、この辺りに位置するインドプレートやオーストラリアプレート、ユーラシアプレート、太平洋プレートなどは活動期に入ったとの見方がある。これについては単一の地震とする説も有力である。また単に断層破壊が北東に進行しただけと考える場合もある。 断層面の長さについても研究者によって大きく異なる。これはオパック断層の位置が特定されていないこと、インドネシア国内で地震観測網が発達していないこと、被害の割に地震の規模が小さく解析が難しいことが挙げられる。断層北部の被害については断層長が長かったこと、地質構造などからも説明可能でその原因の特定は困難である。なお、 オパック断層周辺は村っぴ火山起源の堆積物からなり地盤は脆弱である。スシロバンバンユドヨの大統領は救助活動と被害者の避難を支援するために陸軍を中ジャワ州に派遣した。大臣たちの一行が活動を視察するために派遣された。ありがとうございます。